こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は3月18日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。3月18日生まれさんは、どうぞ、よいしょ、感受性が豊かですな。感受性が豊かで精神的に若い人が多い。じっとしてられない性分で自由奔放ですよね。で、コントの場合、その人生のテーマみたいなものがさあって、自分の考えを表現したい、自分の世界を表現したいみたいなものにいろいろ帰結していくんだと思うので、才能が豊かで洞察力もあらはるし、環境の変化が好きやと思う。忙しいのが好きやし、こう模様替えとか、なんやろな、いつも同じスーパーでいつも同じもの買っていつも同じご飯食べてとかしんどいと思う。で、自分の行動範囲を広げたがるよね。あそこの、なんやろな、いつも同じ美容院は嫌とか、まあ美容院はちょっとこだわりあるかもしれないけど、いつも同じ生活、範囲、仕事の範囲、興味の範囲、いつも同じ作家のいつも同じ小説を読んでそれでハッピーって人じゃないんじゃないかなというふうに思います。行動範囲、意識の範囲が広がるってことに対しての、探求心がすごく大きくって、ひとえに自分の考えを表現するための部品をいっぱい集めたいっていう風な欲求が強いんですよね。で、直感力とか想像力に恵まれてらっしゃってて、心が広くって知性があると思います。で、それはひとえにそのあなたが広げる、いろんな見識を広めていきたいっていう風にして勉強していくと、どんどんそれは武器になっていくものですね。広がりがこの人にとっては正義というか、大事なことなんだと思う。で、まあ良くも悪くも、自分を改善したいっていう欲があるんです。欲望ね、自分を改善していきたい、向上していきたい、成長していきたいっていう風な気持ちっていうのがすごく強くあらはります。で、ご自身の本来の力を発揮するのが難しくなる局面っていうのに、人生で何度か見舞われるんじゃないかなっていう風な星の生まれの方です。なんて言ったらいいのかな、鶏卵でさ、変化を好み、自分の考えを表現したくって、自分を成長させたいとか改善したいって考えてる人だから、人生の形がこう、なんやろな、壁に当たるとか波乱万丈で変化に満ちるとかになるのか、変化に満ちた人生だから成長せずにはいられず、表現を、考えを表現せずにいられず、行動範囲を広げずにいられないのか、どっちがどっちか分かれへんねんけども、占い的にあなたの人生を見た時にそうなんねん。で、その考え方とその人生の形っていうのには多分相関、対応してるっていうか対応性があるねんやんか。言ってること分かるかな。で、その都度都度、まあどっちにしても、そういう人生何度かそういう、こう今まで通りじゃあかんねやっていう局面っていうのはあると思うの。で、その時にいちいちこの人の洞察力ですよねを発揮する時だ。なんか、何スッキリ洞察力みたいな感じで今やみたいな感じで使わなあかんわけで、その時に状況観察して、どうなりたいんやろう、自分はこれからの自分はどういう風に生きていきたいんやろうって、今までとは違う価値観をもう一回問いただされるみたいなことを自分にすると思う。で、それで、それからじゃあ自分の人生どうしていきたいんやっていう、こうデザインのし直しともすれば、ある一人の人は一個のプランでずっと行く、一生ずっとそのやり方っていう人もいてるんやけれども、3月18日生まれさんの場合、一個じゃ物足らんねやろなっていうのは見てて思いました。で、デザインし直すっていう風な時っていうのは、結構ご自身のその広がる才能であったりとか、意識ですよね、自由を謳歌するために必要な
面倒くささであるというか、デザインし直す、こと、働きかけっていうのはこの人にとってとても重要な骨組み作りになるんじゃないかなと思います。意識してやった方が得やぞって話ですわね。で、本来の才能としてそれは多分やっていくことになるだろうし、生かして自分のためにやってきたことがそういうこう状況を観察して人生の局面になったらどうやっていこうって考えて自分なりに価値観を出してデザインし直すってことっていうのはできていくわけやんか。それがきっとお仕事になったりとか、その才能を使って他人を救う、他人を助けるみたいなことにもどうせつながっていくんだと思うんですよね。うん。で、この人の場合、リラックスしてるとめっちゃ頭の回転がいい感じになって、アイデアが出てきて、社交性が溢れ出て、お笑いのセンスとか親切心とか人付き合いですよね。パーティーピープルっていうのかな。みんながおる中でみんなが楽しくできるみたいな、その温度調節能力みたいなのも高いんですよね。そういう意味ではリラックスしてる時っていうのはすごく良い、才能を発揮しやすいので、あんまりね追い詰められたりとかピンチとかで才能発揮するタイプじゃないっていう認識は持ってた方がいい。ちょっと余裕を持っていった方がいい。遅刻とかギリギリで出ない方がいいっていう、なんか着ていくお洋服とかこういう話しようとかってストックっていうのは前もって用意しとくって方が伸び伸びとセンスを発揮することができるよねっていうのは、才能の条件発、才能発動の条件としては結構重要である。リラックスしてる、用意してあることみたいな、あ準備してる OK みたいな、何にもかんにもないすってんてんでパーンと裸で出されてピンチですみたいなの全然ハッピーじゃないと思うの。それで燃える人っていてんねんけど、そっちじゃないよねって話。はい。で、人に興味があって、そういう人の、洞察力ですよね。才能とか本質みたいなものを見抜く観察眼があります。で、これはみんなにあるものじゃないねん。こういう社交性とか、お笑いのセンスとか、対大衆ですね。たくさんの人間に対しての、楽しめる才能っていうのを実は持ってるんですよね。それはね、武器ですね。でも精神的な未成熟だったりとか、さっきの言ったそのピンチに陥ったりとか、ストレス値が高かったりとかしちゃうと不安が立ってきて、この人の場合ね、他人に期待しすぎたりとか、こんだけ人がおんねやったら一人みんな私のこと助けてくれるよねとかってわけのわからん期待をしたりさで期待しすぎてがっかりしたりとか、そういうふうにしてこうバランスを崩すんで、そういうふうなこうバランスの悪さ、ストレスが高くなったり、その調子が悪くなっちゃう、精神的な未成熟が立つと人にいらん期待するっていうふうな弱点があったりします。で、自分に対してもすごくセンスがあって才能にあふれる人やねんけども、自信がなくなっちゃうんですよね、調子が悪くなると。で、人間ってまあもちろんリズムの生き物だから調子が悪い時はちゃんとあってさ、そんな時には自信がなくなったりとか不安になったりとか、何も決められなくなってしまったりっていうの、普段っていうんですけど、決めることができない。で、決めるっていうのは何どちらかを切り捨てることやからさ、今日親子丼にしようって思ったらラーメンを食べる未来はなくなるわけやんか。ラーメンも捨てがたいとかだったら決められへんわけやん。だから決断できないっていうのは切り捨てる力、切り捨てるだけのエネルギーが体に残ってないとなるんですよ。で、それになりやすいんです、3月18日まではね。で、忍耐力のなさがもろに出るっていう、我慢できにゃいみたいな、じゃあもう親子どもラーメンも両方頼んでちょっとずつ食べてお金払ってごちそうさましようみたいな、なんかお金なくなるやんみたいな、そういうこう金銭に対する甘さみたいなのがずるずる出てきてしまうんですよね。なんかその自分の調子の悪さ、頭の悪さを金銭で補填しようとしてどんどんお金がなくなるみたいな、嫌なサイクルが始まるっていう。で、金銭への執着心がある方なんですよ。あるからこそ浪費に走るってところがあって、自分の無力感をお金で埋めようとするっていう癖が出てたりするんですね。だからまあ浪費癖であったりとか、まあ贅沢に弱かったり、お金で買える、なんていうの、自己肯定っていうのかな。なんか、いいもの買えた自分ってすごいみたいなものに、金銭の執着心が高いからこそ、酔いやすいっていう風な心の弱さを持っています。そこっていうのは、
もう自分疲れてるんやなっていうような認識ですよね。もうなんかふなふな言うてんと帰って寝ようとか、何がこんなに疲れてるんやろうとかっていうふうに、状況を観察し、どうなりたいか自分に問うてデザインし直すっていうふうな局面が来てるのかもしれないし、そういう自分の切り返しと、あ、自分疲れてるんやって気づく、その気が一番大事かなっていうふうに思うんやけれども、もう一つね、打足として老婆心で占い師がこんなんもええどっていうふうなアドバイスとしては、長期的な視点が大切やでってとこですね。3月18日はこうなるんですよ。こうすごく限定的に視野が狭くなってると調子が悪いので、広げたがるって初め申し上げたやん。広げたがってる時は調子がいいねん。で、基本的に視野が狭いことによって自信がなくなったりとか不安になったりとかしてるよっていう風に感じます。だから長期的な視点だったりとか、広く視野を持つってことによって、この人は正気を取り戻していくんじゃないかなというふうに思います。おいで、さっきまでその贅沢に弱いとか浪費癖みたいなところにつながっていくんやけれども、周囲に影響されやすい、ほら、人間のその温度感みたいなものを感じる能力、察する力が高いので、影響されやすいし、誘惑には弱いんよ。なんか何々ちゃんがなんとかの、いいの持ってるってなったら、いいな、私も欲しいって思いやすいし、買いやすいみたいな。で、それは、規則正しい生活とか、お金の管理とか、怠けてしまいたいって欲に飲み込まれないように、自制心ですよね。自分を制する心と書いて自制心。自制心を持っておく必要があるねん。魅力的な人やねんけれども、そういうきっちりするところをきっちりしておくっていう風にしないと、重りのついてない、浮いちゃうタイプの風船みたいにふわふわふわって飛んで寄せ人みたいになっちゃうみたいなのがあらはるなっていうのはちょっとあるので、例えばやけども、決まった予算、決まった寝る時間、おやつの時間、おやつはこのお皿に入るだけとか、もう何時になったらスマホが切れるとか、こう自分の中で決めておく。で、自分でできないんだったら、そういう決まっているグループに所属してチェックし合うような仲間みたいなものを作るのもあり。で、なんか口やかましい、なんかお母さんみたいな人、うるさいなって思うかもしれないけども、実は3月18日の、そういう弱い部分っていうものを律する役目っていうのがある人っていうのは、あなたにとってすごく良い、人間である。あなたの人生が、寝なし草にならないようにしてくれてる存在っていうのは結構大きかったりしますね。で、自制の訓練ができると、自分を制する訓練ができると、成功をつかんでものにしていける、かなり力強い素地ができた状態になりますので、頑張ってほしいなって思います。ひとごと。ね。はい。で、周囲に影響されやすい誘惑に弱いという部分にもつながってくるんやけども、興味の範囲が広いやんか。せやねんけども、別にその体力が無尽蔵にあるってタイプじゃないと思うの。エネルギーレベルがめちゃくちゃ高くて何でもかんでも全力でできますみたいなタイプじゃないと思うの。せやから、しっかり寝ろよとか規則正しい生活した方がええでって話につながっていくんやけども、何しか誘惑とか興味にかまけて、お金もそうやねんけども、一度に多くのことにわーっとエネルギーを出しすぎるっていうのが自滅パターンとしてあるんですよ。それで、普通に、これ一個に絞ってやってれば、ちゃんと結実してお金にもつながるぐらいの仕事にできていくような流れであっても、やり散らかして、なんか自分の押し入れとか、お金が減ってタンスの中とか本棚とかに物が増えただけ、なんかやったなって記憶はあるけど、もう物になってないみたいなのがいっぱい増えるっていうのはもったいないと思うので、そういう規則っていうのかな、規則自制みたいなものを一つ心に灯していただくと、実りの多い人生に、シフトしていけるんじゃないかなというふうに思います。で、人生の区切りなんですけれども、ざっくり2つです。1件目が32歳まで。で、32歳までっていうのは自分の中の前進する気持ちっていうのかな、すごく強くなっていく時あって、どんどんやっていく、実行していく、行動する、旅に行くとか、体験するとか、もうなんか
何かしらの技術を身につけるとか、もうやりたいと思ったことも全部やりますみたいな感じで、自分の興味あることどんどんやっていくとか、人の中に入ってどんどんこう社会、人間社会広げていくみたいな、こう、まあ、ちょっと攻撃と防御で言うと攻撃が強い時期が32歳まで。で、32歳以降っていうのはこういう人の場合ちょっと価値観がカツンと変わって守りに入ります。安定とか秩序とか、やるにしてもこう自分がこうつまみ食いじゃなくって肥やしていくみたいな感じの価値観っていうのかな、大事に思う気持ちっていうのは変わっていきますよっていう風なのがあります。で、まあ、お誕生日占いだとこういうこうふわっとした輪郭しか余裕はへんねんけども、私専門が手相占い師なので手相を見せてもらって、直接ねお話聞かせてもらったら、こういう風な人生ですよとか、こういう風な流れ、生命線とか運命線とかね拝見して、これ全部年齢が書いてある、まあ、年齢が分かるんですよ、これで。で、何歳で出会いがあって、何歳で人生動くでとか、何歳開運期で何歳に結果出るよとか、そういうことが言えたりするので、そういう、こう、個人運勢学、プライベートのやつ聞きたいっていう方は、手相を見せに来てください。ほいで、経済的な利益とか安定のために頑張れるっていうのが32歳以降にあったと思うんやけども、もう本当この人は、真面目に働かはると本当に運勢が良いです。で、変化のある仕事が好きだから、規則正しい生活しつつもあちこち行くのとか、いろんなバリエーションのある人に会うとか、人を助けるとかっていうのにも向いてると思います。まあ、独立心旺盛なので、人とやりながらも自分の力、自分の腕一本みたいなものでやっていくっていうのも、向いてると思います。で、生産性を高めるとか、今あるものを改善していくみたいな才能もかなり高いので、そういう働きかけに、着手してお仕事するっていうのもいいんじゃないかなと思います。まあ、ご自身のね決断力、自己主張、向上心っていうのを生かしていくと実りある人生にぐっと近づくんじゃないかなと思います。せっかく儲けたお金は浪費しないようにねっていうのが要注意点かな。はい。おいで、まあ、恋愛とか仕事の上でのパートナーですよね。一緒に家庭を共同経営する人、一緒に仕事を共同経営する人、まあ、身近な、一緒にやっていく人はどんな人がいいのっていうふうな話なんですけども、まあ堅実な人ですよね。着実で締まり屋さんがいいと思う。規則正しく規則正しい生活をしてるとか、お金の管理がきちっとできるとか、いくらまでしか使ったらダメですよみたいな、今のこの稼ぎでやっていくんやったら一段一段ステップアップしていきましょうって、そんな二段飛ばして成長していこうとか考えないみたいな着実な人で、予算今のこれ我々の生活レベルやったらこれぐらいは貯蓄して、これぐらいで広告費売っていきましょうとか、そういうこう堅実で着実な人、もう3月18日さんみたいな広がりとか、こう思いつきとか、豊かな才能とか、創意工夫とか、そういうのがなくっても、そういうこうカチッとした計画性のある守りに堅い人っていうのは身近にいると、すごく3月18日がのびのびと才能が発揮できるんじゃないかなと思うし、相手の方にも3月18日生まれさんのそういうこう華やかさっていうのは人生の彩りとして良い刺激を与えて、ウィンウィンの関係になるんじゃないかなというふうに思います。そんな感じかな。はい。ということで、ここまで聞いてくれはってありがとうございました。ご自身のね知識の広がり、ご自身の成長したいという欲、改善したいという欲、上手にお付き合いなさって人生楽しんでいただければなと思います。それではほなねー。